海を舞台に行われているイベントや取り組みを紹介する海と日本プロジェクト in 佐賀。さあ今回はこちらです。黒々とした艶に豊かな磯の香り、佐賀が誇る特産品海苔です。そんな佐賀海苔の魅力を改めて知ってもらおうと、プロに学ぶ佐賀海苔教室が開かれました。今年で3年目、佐賀市の海苔加工業者三海苔にやってきたのは県内外から集まったおよそ50人です。種付けや収穫など海苔の知識を映像でしっかり学んだら、いよいよお待ちかねの工場見学。見たことあられますかね、青色のパッケージで海苔がですね、あちらからどんどんやってきて、有明海で収穫された海苔がどのように加工されているのか、参加者の皆さんプロの話に聞き入ります。この日見学したのは味付け海苔の加工。私たちの食卓に届けられるまでの工夫や手間など、佐賀海苔の美味しさの秘密に参加者は感心しきりでした。もう初めて見ました。本当衛生管理がきちんとされているなっていうのと、異物混入がないようにきちんとされてて、安心して食べれるなって改めて、はい、感心しました。本当に見て触れてそして食べる。場所を佐賀市内のホテルに変えて巻き寿司作り体験です。やっぱり食べて良さを知らないとね。で手前にカニカマを。こちらは和食の料理長、食のプロに美味しい巻き寿司の作り方を伝授してもらいます。こういう感じで置きます。いい感じいい感じ、のり巻きっぽい感じ出てきたよ。出てきたね。いいね。お、いい感じじゃない？何点？ご飯はみ出してるからな。60か。悪戦苦闘しながらも大人も子供もみんな楽しそうに巻き巻き。こちらの男の子は、おお、とっても綺麗。佐賀海苔の魅力に改めて気づいた一日。会場には笑顔が広がりました。子どもたちが また今年も来たいって言ったので、ね、よかったね。海苔ってこんなやって作ってあるんだなとっていうことと、海苔の栄養価について学びました。すごく佐賀の海苔美味しいです。皆様佐賀県の県産品を興味を持たれてるんだなというのが、すごく感じて、年齢層関係なく参加していただいていることにすごく嬉しく思っております。体験を通した企画を今後もしていきたいなと思いますし、また来年も続くように努力していきたいと思います。海と日本、見てくださってありがとうございました。 Twitter、Instagram、チャンネル登録よろしくお願いします。